えー、パッチノート14.17。何があったっけ、まあ、フリートフットワーククソ直されて、あとア,アブゾーブライフ。これ、死んだよ。これ積むやつトロールでしょ。で、くる切り崩しも直されたし。まあ、ゼリミトとかね、ミトエディシーさんたち大体フリートフットワークプラスアダプティブ,アブオブゾーブライフか。 しかもこれプロ向けなんだよな。高レート向けなんだよね。CS 食わないと、ラストヒット取らないと回復しないから、プロではこれ強いけど、ソロ級だとまあ、特に低レートだとそこまでっていう。そう。なんでゼリーとかさ、なされたトリスがまだミッドに偽れるかってこれだよな。サステインが強すぎる。 アッシュナーフ入って、オーララのアルティメントダメージナーフ入って、ブランド。ブランドなんか最近ずっと直されてんな。モンスターへのクリア速度が低くなるか。で、ケイトリンバフーケイトリン強そうかこれ。範囲率上がるんだで。トラップ。エズリアル。9 <laughs> の バフもなないことになったし結構でっかいナーフやなグブのバフでかすぎん ?1 秒短くなって25ダメージアップで戻ってくるやつはまた20グブ強そうなんだよなカタリーナは前回のパッチでいじられて9のダメージがなされてんだケネンナーフ これでもあんま見なくなっちゃったけどね。ナサスもいるし。AP レーション下がって、で、キンドレッドの Q のアタックスピード35%。E のダメージすげえ上がってた気がする。80、160、80、200、40アップ。AD レーション20%アップ。クールダウンがマックスで2秒短くて、キンドレッドのやけくそバフえぐいだろ。 で、ルブランは Q と W が若干ナーフ。で、リリアもモンスターに対するダメージがナーフ。リサンドラ、Q のダメージプラス20。そして、アルティメットの序盤のスロー。防御力ダウンパイク。 ランブル、去年からずーっと詐欺。なんなら一昨年ぐらいからずっと詐欺か。なんからもうほんとここ5年一生トップで最強キャラじゃねだからランブルがリワークされたんだよな。Q が。割合ダメージがつくようになったからさ。タンク相手にもいけるキャラになったからね。もともとは序盤、中盤ダメージ出るけど、タンクは殺せるキャラじゃなかったのに、今タンクに対してもこれ割合ダメージついてるからさ。 誰相手でもいけるのかな問題だよな。誰も勝てないもん、ランブル。で、これ1%ナーフか。1%足りますかソロ9ではもともと勝率そんなに良くないんだけどね。プロシーンであまりにも OP すぎるから、レッドサイドでほぼマスト版だから。ナーフ入りましたね。で、ライズは9のダメージが5%、あ、5%じゃねえや。 5ダメージアップ。まあ、QEQWQ みたいな感じで、Q は連続して打つんで、5でもまあ悪くないか。で、アルティメットのクールダウンが210秒。210ってやばくねだって180で3分でしょ。3分半ってやばくねレベル1のアルティメット。 プロで使うとね、みんなで乗れるから強いけど、ソロ級とかこれ、空気だもんな。だからまあ、ケイトリンのバフもあるし、ライズのバフもあるからね、T1 が世界大会に行ったら、ちょっと面白くなりそうなんだけどで。セナね、前回のパッチで AP ビルドになってさ、マジで行かれてた。本当に強すぎた。ので、 AP レーションが20%ナーフされています。で、ベースも下がってる。で、アルティメットの AP レーションも20%ダウン。だよな、とてつもなく強かったもんな。Q1 発でみんな500ずつ回復して、なんか2000とかトータルで回復して、アルティメットも1人700とか入って。これやばかった。 もしあなたがまだ人気のインフルエンサーの動画を見ていないならここではっきりとお伝えしておきますセナを使うならブラッククリーバーを買いましょう、まあ、AP レーショを下げたからブラッククリーバーちょっと後で勝率みたいなセラフィーン6016060140ナーフですかセラフィーン サイラス、前回のパッチでまた強くなったので、W のレシオが10%下がる。で、トゥイストットフェイトが9のダメージが20ベースで上がる。バルス、いや、バルスのこのやけくそバフ何最大ダメージ15、235、90、370。ホーリーシェット。 まあでも、囲率は一応合計攻撃力だったのが、これが増加になっているんだよね。だからまあ、えーっと、Q のダメージを上げたかったら、まあ AD アイテム変えなさいよってことだよね。今はアタックスピード型だから、AD そんな上がらないので。まあ、でも、ベースは上がったからアタックスピード型もまだいけそうだけどな。配率だけ変わったんだったら、 ちょっとアタックスピード型行くとベースも低いからきついよねってなるけど今ベースも上がりつつ増加 AD の、まあ、レシオもクッソ高えからレシオやばくね何これレシオ行かれてない ?190? だ <laughs> からライオットはさちょっと前にバルスがどっちも行けてまあなんなら脅威の方が人気でプロでくだらねえからナーフしてアタックスピード型に戻したのにだから2ヶ月ぐらいで戻ってきたね。 バルスはプロシーの監獄を抜け出し、最近強化が行われたにもかかわらず、まだ活躍できていないようです。このパッチでは、試合終盤まで十分にスケールできるようにするために、増加攻撃力の購入によるゴールドでのスケーリングを強化し、ダメージアイテムをビルドし続けられるようにします。この調整によって、通常攻撃時ビルドよりも、脅威ビルドの方が少し大きく強化されることは理解していますが、 現在では脅威ビルドは非常に弱く、両者の間に大きな差があります。そのため、両ビルドを近づける余地はあり、今後もバラスは常にアタックスピードアイテムをいくつかビルドをするである。え、何？脅威消し、意図的に消したんじゃなかったの <laughs> あまりにも脅威の方が抜けて強かったから、まあ、理想としてはどっちもいけるようにしたかったんだけど、めんどくせえからクソほど長くしてアタックスピードビルドに抑えつけてたってことなにこれ バフの仕方がえぐいよな世界大会前のパッチでもう次のパッチ世界大会だからね6022060220 60増加 AD の90%だったのが110えこれ脅威バルス一択じゃないのワーモグいやー前回のナフ足りなかったってそうだよなこれ元々2900ゴールドとかだっけ 安すぎたって。これもともとね、MS 上がってなかったのに、MS 上がるようになって、しかも安くてワンコアできるようになったから、サポートがみんなこれ積んでさ、サポートがファッキン強くなって、なんならトップでも、俺 J ストップやって、所定でオーンがこれ買った時、マジでゲームになんなかったさ。ってことで、まあ、高くなりましたと。これサポートが特に買いづらくなるよね。本当にサポートが買えない。高すぎて。 MS も下がるから、ロームスピードも下がるし。もうサポートは買うことはなくなるんじゃないまあ、キル取ったりしたらまあ買うかもだけど、まあ、めちゃくちゃ買ってない限りは買えないね。そもそもタンクも買わない <laughs> 相手が極端に削りが強いなら、ハラスが強いなら、ポークが強いなら買ってもいいかもだけど、もともとそういうアイテムだからな。 どの構成相手にもこれを何も考えずにピックできてたことがおかしい家に帰らずにフル HP になれるアイテムがどの構成相手にもいけるのがおかしいからまあこれが正しいよてか m s が10%上がってたのおかしいよなしかも元々そこになんかプラス5%とかついてるからトータル15%とか足早くなってたんだっけ MS 正義だからね。でセ、セレスティアルオポジション。オポジション、スロー効果。2秒間60%だとが1.5秒間で50%にナーフ。タンクサポート向けのディフェンシブアイテムか。敵の MS も奪ってたんだね。体力吸収、オブゾーブライフ。 チャンピオン1から5のレベルだったとき1から5回復だから5レベルで 5HP 回復してたんだけど 1CS でこれが1から2ふ <laughs> から10レベル6から11回復3から7てか1から5回復してたのが1から2ってかすすぎるだこれもう終わりですこれもうトロールスこれガチのゴミ もともとオーバーヒールだったんだけど、今年のシーズン途中ぐらいでこれ入れ始めて、一気に ADC が流行ったよね。フリートフットワークのバフも相まって。正直これは本当に行かれたルーンだったから、もう出てきた時からこれ,これ最強やん。なって、やっぱ案の定、これとフリートフットワークのメタが流行り、クソつまんないメタが出て、まあ、急遽やけクソナーフです。なんならこれ消していいよ。これマジクソ OP カー。 クソゴミかのどっちかだからてかルーンでサステンはエグい息継ぎもさ、まあ、ナーフはされてまだ使われてはいるけどサステンはねちょっと悪さしすぎだよねで切り崩しね切り崩しもバフがあったんだけどまたナーフされたんだ 最大力50%以上の敵にダメージが上がるやつが、これが60%以上になりましたと。で、フリートフットワークも1.25秒20%速くなってたのが1秒間で15%。で、回復も下がって。これフリートのナーフめちゃくちゃでかいね。 まあこれでミッド AD は終わるんじゃないかな。さすがに勝率見たいケイトリン。バフしかされてないけどピックリズが上がったんで勝率はちょっと下がってるけど実際にはファッキンバフ。で、グレイブスも一勝。キンドレットも一勝。難しいキャラだからね。えー、ライズもバフされたんだけどこれもまた一勝。で、バルスは。 ピック率が跳ね上がったってか元々マジで全然ピックされない空気な存在になってたね TF は、まあ、ピック率がそこまで増えてないんで単純なるバフだったんで勝率上がってリサンドラも結構上がってはいるけど勝率上がってオーロラアルティメットのナフあんま変わんないよね、えー、アッシュは何ナフされたっけ結構下がってる エズリアルも、そりゃ下がるわな。ケネン、9のレシオ下がって。パイク、4アーマー下がって。あ、そうか。アッシュは HP か。30HP、640から610だったっけ ?30HP でこんな下がるんだね。セナ。だよね。それでもまだ、勝率出てるな。カタリーナ。ルブラン。ランブル。 セラフィーン。みんなちょうどいい感じだな。え、ジェイスどうだったかなめちゃくちゃ気になるんだけど。ジェイス。もうフリートフットワークは捨てよう。俺フリートフットワーク最近めっちゃやってたけど、あんまり好きじゃなかったんだよね。 48.29ちょっと上がってないそれのもまだフリートフットワークの方が勝率高なんならオブドブライフの方がまだ高いんだけどマジかよヨネは フリートのナーフ、モロ受けてんじゃないおちょ待って、勝率めちゃくちゃ下がったな。ヨネ自身はナーフないんだけど、フリートのナーフで、しかもオブゾーブライフのナーフで、序盤弱いのをこれでカバーしてたのに、オブゾーブライフ捨て始めたか。だよな、これゴミルーンだよな。 征服者がいいとかある。まあ、レーンで、そんな厳しくなかったら征服者でいいんじゃねえか。どうなんだろう。まあ、でも、ヨネ、序盤安定すれば、一応フリートで MS も上がるし、攻めにも使えるし、逃げにも使えるし、サステンはある程度欲しいだろうから、まあ、フリート安定な気もするけど。 はあらうわ次のパッチでどっちもバフ入りそう ADC がナーフされるのには正直あんまりライオット興味示さないけどヤスオヨネが弱くなったらすぐバフ入るからなやっぱこのゲームルーンゲーなんだよね キャラが強いというか強いルーンを詰めるかどうかで勝率変わったりするからなただプロシーンで野草出るのはおもろかったなヨネはもうお腹いっぱいヨネくだんね野草は定期的に引っかかって死んでくれるからおもろいのにヨネはい、e、いで戻るんだからね マッチメイキング改善。最近、レッドサイド、ブルーサイドのバランス。はいはい。オッケー退出者に対するペナルティの不具合を修正。ペナルティ受けてない不具合が見つかりました。1週間あたり、んこれね、いくら ?200 万。1、10、100、1000万。20万か。20万件増加すると予測しています。 これすぐ読めないんだよな、日本語で。英語だったらこれ 200K ですぐ出てくんだけど。一0 100千万、20万ね。オッケー。参加確認への変更。参加確認を悪用して、試合を妨害する行為が含まれる、急スナイピング及び配信スナイピングの問題に対処するために、参加確認の 拒否に新たなペナルティを導入前回、その、証人のやつが4回まではペナルティ受けなかったのが、それが2回でペナルティ受けるようになったのはあったよね。配信者狙ったのに、配信者が、なんだ、のやつ来てなかったら、どっちしてまた合わせるみたいなことができたから。 それで高屋が俺と俺をスナイプするためにインキューずらしてペナルティー受けてた。<laughs> 俺が夜中配信するときに高屋がいたから、おい、インキューしろよって言ってインキューするんだけど、<laughs> 高屋がなんか急に、あ、30分停止になったわって言ってで。理由聞いたらそれが理由だったらしい。で、なんだっけ。 用事ができた場合など今後も時々なら参加確認を拒否することは可能ですが短時間の間に参加確認の拒否を繰り返しているプレイヤーには新たなペナルティが適用されるはいはい最初は Q の利用禁止から始まりますが参加確認を行わない行為,を行為を繰り返した場合はペナルティが深刻化してアカウントの利用停止となりますアカウント利用停止 <laughs> え ユーミで100試合ゼロ勝なのそのアカウントも一発でアカウント利用停止食らわねえのにとんでもねえなスナイプするなよって正直韓国サーバーとかほんとスナイプでね配信者がやってなかったりとかしてたからね今は分かんないけどあかりん12時間食らってた <laughs> このパッチは、この変更はパッチ14.17で NA 地域に導入され、次のパッチで全てのライアト地域に導入される。じゃあ18で来るんだ。うわぁ。トイレ行きづれーやん。まあ、でも俺はトイレは、ゲームが始まってから行くから問題ねぇか。まあ、NA は実験台っていうことで。 全世界におけるランク戦制限のアップデートパッチ14.15で KR サーバーに実装した変更を受けて報告の発生率が低下しランク戦制限を受けたプレイヤーの1人当たりの KDA が大幅に増加したことからこれらの変更は全てのライト地域に順次実装していきますパッチ14.17よりランク制限を受けたプレイヤーはクイックプレイもしくはドラフトプレイ ピッククで3試合勝利しなななけれればラン戦戻れなくなりますこれなんだっけ何が変わったんだっけ、まあ、普通にペナルティ受けたら違う。トロールしたらなんかペナルティがあったかけどそれに加えてなんか他のゲームモードでプレイしろよってこと。トロールがガチの本物のやつらがノーマルゲームに来るのか。 こっちはトロールとやりたくねえからノーマルやってんのに、ランクの本物がこっちに来て迷惑してんだよみたいな、そうやって怒る人もいそうだよね。てかまずトロールをね、あのアカウント停止してほしいけどね。明らかに下げらんとか。あとマジでスクリプター全然バンされてない。スクリプターがいるんだもんなー ヴァンガード貫通してるからね構成させようとするからな構成なんてしねえからマジで無理無理ゼロストさんが食らったスクリプターまだいましたまだ生きてんだランダムミットで履歴を消そうとしてます <laughs> バロでもフリー4ーオールで消そうとしてた人がいたな。前代未聞のブースティング。ク <laughs> ソ笑ったわ <laughs>。やってることは最低なんだけど、アイアンからブロンズにブースティングっていうのが面白すぎて <laughs>、本気で叩けない人多そうだよな。 これでゴールドとか、そこら辺まで上がるんだったらマジでやばいけど。<laughs> アイアンからブロンズだもんな <laughs>。やってることはな羨ましいんだけど、そこまでのヘイトは言ってないだろうな。ブロンズ1からブロンズ2のブースティングだったの <laughs>。 ロールでやった人はクソほど叩かれたのにね。今でも根強くアンチはいるのに。バロロの剣はちょっとかわい確かにあれ早めでバレてよかったよね。バレなかったらどこまでいってたんだろう。あれ以上レート上がってたらさすがにやばかったと思う。やってることは変わんないんだけどね